今日紹介する車は何でしょうか。久々の車紹介ですね。ちょこっとずつは紹介してたと思うんだけど、今までも今日はこの86をね、一回じっくりと紹介したいなと思ってますんで、よろしくお願いします。で、結構クールは86にかける思いが強いんですよね。そうなんですよ。うちが最初にプリウスのエアロを作ったとほぼ同時に86の今日紹介するねエアロパーツを作ってるんで、それがまだ未だにあのコンプリートカーにつけていただいて新車で販売させてもらったりで、エアロパーツだけでも実は今までで一番うちのエアロの中で売れてるのは86のこのエアロです。で、クールジャパンプロジェクトって言ってね、あのカスタムペインターの伊沢さんと組んで東京オートサロンに出始めたのも86が最初で、でちなみに僕はあのマイカーで86乗ってました。で、ターボもつけたし、デフもつけたし、ドリフトもしたし、一通りあの86はね楽しくチューニングして乗ってた車なんで思い出は強いですよ。じゃあとりあえず紹介に入りましょうか。行きましょうか。これ今日はあのベースカラーは黒ね。黒ベース、はい、ちょっとエアロン造形がね分かりにくいかもしれないんだけど、これちなみに後期モデル、後期モデルですね。現行の新車ですね、これね。新車、うん、はい、これは車は新車です。で、今新車でオーダーされると、まあ、このヘッドライトとかね、はい、はい、この仕様で来ると。で、これはあのバンパーごと交換するタイプですね。これバンパーってどっからどこまでになってますか。バンパーはね、まずここですね、ここでしょ、はい、ここから下でしょ、うん、で、このボンネットから前、うん、でこの辺が全部、まあ、FRP で作ったうちのバンパーになってるという感じですね。で、当時はね、本当に製造が面倒くさいとか、はい、もうそういうの全く考えてなかったんで、はい、すごく作りにくいエアロ作るのに時間がかかってしまうエアロになっちゃったんですね、うん、だから結構こういう細かいところにダクトがいっぱい入れたり、で、ここなんかもここにもね、ダクトが実はあったりとかしてね。あ、下ありますね。そう、ほんでここに面倒くさいことでセンターのこうフィンを作ったりとかね。あ、それはデザイン的なものなんですか。デザイン的なもので、ね、その合成的なものじゃなく、あ、合成的なものももちろんあるけど、はい、うん、結構この時はね、本当に面倒くさい、製造が面倒くさいとか全く考えてなかったんで、結構作りにくい、量産向きではないエアロになってるんですけど、はい、でもおかげさんで未だに本当にロングセラーで売れてるんですよ。見た感じのポイントというか、はい、印象だと、ええ、ここのやっぱ左右のフォグ周りのデザイン、おう、この辺が特徴的かななんて思うんですけど、これ86ってね、出た当時からフォグランプの高さがちょっと低かったんですよ、うん、あ、純正が、そう、車高を落とすと車検非対応になると。フォグランプの位置も車検関係あるんですか、はい、そうですね、仮面から20、地面、この地面からね、このフォグ仮面まで25センチっていう基準があるんですけど、結構ね、まあ、30ミリぐらいローダウンするだけでもそのフォグランプのクリアランスクリアできなかったりしてたんで、純正だと、純正だとね、はい、で、うちの場合4センチ仮面をこれ実はフォグランプを当時上げたんですよ。純正よりも上にあるってことですね。上にある、はいはい、だから、まあ、ローダウンしても車検が受かるよというのが特徴ですね。で、あとは、まあ、さっき話したんだけどダクトをたくさん入れてるのと、はい、あとこのフロントディフューザー、これが別体式です。あ、ここ別になってるんですね。別になってるんですよ。で、一応ね、このバンパーの上にちょっとかぶせるようなデザインで作ってあるんで、分かりにくいんだけどね、こうすれば分かる？こうすれば分かる？どういうことですか？どういうこと？なんていうかね、どういうことですか？このバンパーは結構、はい、なんていうの、低めに作ったんですよ、はい、迫力を出すためにね。そうすると、はい、さらに下にディフューザーをつけるとすごく低いエアロになっちゃったんでこのディフューザーをね、上にバンパーの上にかぶせてきたの。あー、なるほど、はい、だから下に2分割なんだけどあんまりバンパーとの高さが変わんないよと。フラップスポイラーみたく真下から止めるタイプではないってことですね。そういうことなんですよね。だからなんていうかね、まあ仮面ももちろんあるんですけど、はい、上面がここバンパーにガバッと差し込んであるって言ったらおかしいかな、はい、この下のディフューザーはありなしが選べるってことですか。そうですね、なしでもつけれますよ。だからバンパーだけでも全然いける。ただバンパーだけだとこのまま終わっちゃうんで、ちょっと張り出しが欲しいなっていう方は、うん、このディフューザーをセットで買っていただくという感じなんですけど、バンパーだけで買っていただいてる方も結構多いです。で、ネットはいつもの丈夫なネットをね、このネットもね、うちがいつもエアロでつけてる粉体塗装を施したね、非常にしっかりした丈夫なネットをこう使ってるんで、はい、割とこの86開口部でかいじゃないですか。そうですね、うん、だからね、
細い網だとやっぱ中見えすぎたりとかちょっと頼んない感じするんでね、はい、これぐらいしっかりしてるといいですよ。じゃあ次は今回の86にうちのオリジナルのベルズホイド入れました、はい、このセンターキャップが逆になってるっていうこう動画を撮る前に何も考えていないっていうね、本来は本来はこうですからね。そうですね、こうですからね、はい、で普通は車を動かして想像してもらって合わせるんですけどちょっとスペースが足りなくて、まあ、19インチです。はい、はい、19インチのこの5本スポークは今出たばっかりです実は。でこれはディープコンケーブを入れてます。ディープコンケーブというのは、はい、コンケーブのこの角度が深い。コンケーブっていうのはその落ち込みのことですね、はい、そうですね、この落とし込みのこういう、なんでその気合いの入って言い方になるんですか。いつもね動画やとこう丸く見えちゃうんだけど結構落ちてるんですよこれが。こういうふうに撮ったらいいですかね。そういうこと、そういうこと、はい、で2ピースなんでミリ単位で、リム幅が変更できると。だから車高を下げるとかナンバーをつけるとかに合わせてミリ単位でリムがセットできます。でタイヤはもちろんファルケンさん。じゃあ次サイドステップいきますか。これサイドステップ、はい、すごく低いです。車がね86ってもともとすごく低く見える車じゃないですか、まあ、実際低いんだけど、はい、だからよりねこうサイドステップも低く持ってきて、なおかつ車が割とコンパクトな車なんでちょっと大きく見せたいなと、はい、ということで広がって落ちてみたいな。じゃあこれ結構末広がりになってるっていう感じですかね。そうなんですよ。で結構こう、はい、この辺結構張り出してるでしょ。そうですね、はい。でまあ中に入れてで張り出しさせてるんで視覚効果的には結構こう出て見えるようなデザインなんですね、はい。でまあフィンつけたりちょっとダクト入れてみたりとかして結構、うん、当時凝ったデザインを。でこれは純正に貼り付けでつけるタイプになるんで、こういうふうに目隠しモールを間に入れるようなタイプになってますね、はい、純正の横からかぶせてる。そういうことです。下からつけたりするわけじゃなくて、うん、横からかぶせて、まあ、そこ面も止めるんだけどここもミス止めするんだけど、まあ、一応両面で貼り付け、上は貼り付けていく形になってますね、うんうんうん、結構低く見えるんです、はい、これちょっと遠目に見ます。じゃあ真横から見るとそうですね、かなり低く見えるはずなんですよね。ほんであえてサイドが一番低くなってます。これうちのいつものエアロの特徴なんだけど、はい、はい、そうすると車全体低く見えるんでね、はい、前下がりとかに見えちゃうとね意外に車低く見えないんで、サイドを低くして車をどっしりさせるっていうのがうちのエアロの特徴ですね。これ足回りはちなみに何で落としてるんですか。今回はねエアサスじゃなくてこれは車高調で落としてあります。車高調、はい、ブリスさんのダンパーを入れてますね。コンプリートカーだとブリスさんのダンパーが標準になってるんで結構落とせるんですね。結構落としてますねこれね、はい、まあ、これはデモカー仕様ってことですね。そうですね、ちょっとね行動だと地上高が足らないですね。じゃあ次はリアいきますか。リア周りこちら、はい、ということでリアもこれフルバン、はい、フルバンパーですねバンパーごと交換するタイプ。結構大きいですね。結構ねこれも下方向にちょっと伸ばしてるんで、うん、はい、でこれもディフューザー同じくバンパーにかぶせてるんでバンパーの高さだとそんなにディフューザーつけてもそんなに低くなってるわけじゃないんですけど、はい、バンパー自体は結構低めに作ったエアロですね。すごく攻めたデザイン、空洞だらけのね。それはもう空力を感じさせるようなデザインですね。そうなんですよ、すごくスタイリッシュな車なんでね元々が、はい、せっかくのフルバンパーなんでよりこうちょっとねスポーティー感が出るようなレーシングカーテイストじゃないですけどね、そういう感じに見えたらいいなと作ったやつですね。ちょっと近づいてみますけど、ね、ここのね結構立体感が特徴かなと。そうですね、うん、かなり深いんですよねこれね。うーん、うん、バックパネルギリギリまで攻め込んでるんでこれがね、はい、で斜めにこうフィンがついてる珍しいデザインになってるかなと。でマフラーは 115π ちょっと斜めにこう振ってあるんですね、はい、そうですね。で空気が前から後ろにこう流れてくるよね。でこれ下から取り付けて、うん、空洞になってるのがポイントなんですね。ここそうですね、ちょっとこれ今暗いので、はい、手をちょっといろいろ突っ込んでみてもらっていいですか。本当、はい、もうこんな感じ。あ、なるほど、スカスカっすよそっから空気が抜けるような。あ、そうそうそう、こう空気がね抜けてこう上がってくる。あ、そういうイメージですね。まあ、もちろん仮面も効くしっていう感じでね、はい、作ってあるんで。なるほど、これ横から見ると、はい、こう結構跳ね上がってるというか。跳ね上がってますね。あえて空洞にしてみたっていうね、うん、ディフューザーがこうね吊り下げてあるようなイメージで作りたかったっていうデザインですね。
でリアバンパーはそんな感じですね。そんな感じですか。はい、マフラーの音聞く。車検対応ですよ。あ、このマフラー車検対応なんですね。車検対応ですよ。はい、はい、どうぞ。はい、車検対応ギリギリ の、まあ、あの音量かなっていうところで抑えてあるんで、うん、割としっかり音出るんですね。音はもうギリギリまで出せるようにしました。でこの辺りから映してもらえると、はい、この辺から映してもらえると、うん、マフラーのロゴとか綺麗でしょ。ここですね。ほんですごく斜めにこう出てるのが、はい、マフラーが斜めに出てるのがよくわかるから。そうですね。外開きになってる。外開きなんですよ、すごく、うん、横向きにするとまあ、ちょっとやんちゃな感じもあるかなみたいな。こう見たら分かりますかね。こう、あ、これで分かりやすい。分かりやすい。そうですね、はい、外開きになったです、ね、マフラーデザインと、はい、で、あとは羽行く。羽行きましょうか。吊り下げ式のウィングステイを使ってあのつけてて、これ飛んでかないのってよく言われるんですけど、飛んでいきません、はい、計算して作ってますからね。はい、はい、で、まあ、ボディラインに沿ってちょっと特徴的なねウィングの形状を作ってると。はい、左右が下がってるんですね。左右下がっていくんですよ。どん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 こう下がっていくと。うん、でこれはミドルバージョンなんですけど、もうちょっとこう長いロングバージョンっていうのもあります。うん、はい、これ吊り下げ式っていうのは、うん、まあ下からこうビスでねこのステイに対して止めてるんですよ、はい、こういう感じでね。あえて踏んでステイのデザインを見ていただくとっていうのがうちのウィングの特徴かなっていう。はい、これはまあカーボンになってるけど、あの FRP の塗装商品もありますよ。じゃあ今回もコンプリートカーがあるんですね。はい、オプションがね、だいたい150万円分ついてます。新車に対して150万円分のオプションがつくと。はい、何がついてるかっていうと、先ほど説明したエアロパーツ、フロントバンパー、フロントディフューザー、サイドステップ、リアバンパー、リアディフューザー。これ5点セットですね。ウイングは別売りです。それと、ブリッツさんの車庫調。これ今入ってるのと同じってことですね。同じですね。はい。はい、でホイールは、うちのベルズホイールの19インチ、この2ピースホイールが標準ですね。でタイヤはファルケンさんの FK510、はい、で J2 であったりタイヤのサイズであったりインセット、これに関してはお客様のねお車のローダウン量を決めさせていただいてから、ローダウン量に合わせてマッチングをさせていただくと。乗るスタイルに合わせてホイールのサイズは変えれるってことですね。そういうことですね。ただね、やっぱりスポーツ走行したいとか、うん、サーキット走りたいよっていう人はねワンピースのホイール選ばれる方も多いんですけど、はい、まあ、そういう方の場合はレイズさんとかワークさんとかね、お好きなホイールメーカーさんのホイール選んでいただけるので、そこは自由に変更が OK です。それからうちのマフラー4本出しよね、車検対応のマフラーが入ってます。それからナビゲーション、カロッツェリアのナビゲーションがつきます。で、まあ、こういう形で、まあ、総額150万円分ぐらいのオプションがついて、コンプリート価格が、389万円の税込み、消費税込みですよ。389万円の消費税込み価格になります。お値引き額に換算するとおおよそ、60万ぐらいのお値引き額っていう形になります。で、まあ、あとね新車で買われる場合にもう少しね、例えばエンジンのチューニングもしたいとかね、あるいは内装に、バケットシートを入れたいとか追加メーターを入れたいとか、ね、あるいはテールレンズとかね、LED のテールとかも出てたりとかするんで、まあ、そういうものに変えたりとか、まあ、いろんな細かい追加オーダーもねもちろん OK なので、どんどんお気軽に相談してもらえればいいと思います。取扱い店舗はどこになるんでしょうかね。まずクールレーシング名古屋ですね。名古屋市緑区のお店、それと、まあ、今日は取材しているこのクールレーシング埼玉店、この2店舗での取り扱いになります。ということでね、86、なかなかこういうパッケージングの、ね、スポーツカーって今ないので、マニュアルに乗りたいとかね、スポーツカー乗りたいっていう方には非常におすすめのお車ですから、皆さんからのお問い合わせをお待ちしております。で、これ今一応新車ベースのコンプリートカーじゃないですか。そうですね。例えば前期にこのフルバンパーをつけたりとか、うん、前期のコンプリートカーに乗りたいっていう人向けのコンプリートカーっていうのはあるんですかね。もちろん86はね、はい、もうモデルが出て6年経つのかな、はい、っていうことなんで、もう中古車もかなり市場に出回ってきました。こちらのエアロパーツは前期のね86にはもちろん装着可能ですし、で前期用にね実はねハーフタイプのエアロもラインナップしてますよ。まあ、前期の方が好きっていうお客さんも多いと思うんで、
まあ、そういう方向けにあのうちのハーフスポイラー選んでいただけるんで、それがね、ちょっとさっきからちらっと映ってるかもしれないけど、あの赤い86、ね、これが、前期の車ベースに作ってあるハーフタイプエアロのコンプリートカーなんで、これちょっとせっかくなんで紹介しましょうよ。ということで車入れ替えました。前期モデルの紹介いきましょうか。じゃあこの後ろの赤い86は中古車ベースってことですかね。そうなんですよ。これ、9000キロのすごく綺麗な車ですね。それに対してオリジナルのエアロがついてると。そんな感じですね。オリジナルのエアロ、オリジナルのホイール、マフラーをつけて車は中古車をベースにするんですけど、まあ、新品のパーツを全部つけて、で新車よりもすごくお得にね、あの購入できるようにパッケージングしてます。で、もともとはフルノーマルの車です。うちの中古車ベースのコンプリートカーは常にフルノーマルの車を、仕入れてきて、で、もちろん修復歴もなくね、前オーナーさんが大事に乗ってた車をベースに買ってきます。まず中古車のコンプリートカーを作るときは、車の仕入れから始まるってことですね。そうなんですよ。もともとの在庫からとかじゃないんですね。あ、違いますね。そのお客さんに合わせて車を仕入れて、はい、コンプリートカーを作ると。そういうことです。あの86の場合もあの中古車っていうか、あの初代モデルから6年7年目っていう形になってきてると思うんですけど、あの非常にそのすごく走り込んでる車と、あるいはあの本当に走り込んでいない非常に状態のいい車と、まあ、ほぼ2つに分かれるかなっていう感じの車なんですね。だから、まあ、あのノーマルベース の, あのお車の方が割と程度のいいお車が多いので、であと新車に比べてね、あのかなりお値段がお安くいけます。でそれプラス、例えばこれだけのパーツがつくと、これも同じく150万弱のね、エアロパーツとかホイールとか新品パーツがつくんですけど、ちなみにこのお車9000キロのお車で車両本体価格が289万の税込み価格なんですよ。だから先ほど の, あの新車コンプリートが389万だったじゃないですか。そこに比べて100万円ほど安くなって、それコンプリート状態でってことですよね。そうです、もうこの状態で100万円です。例えばなんですけど、ホイールと車庫帳だけ新品を入れたいとかね、そういうオーダーも OK ですし、そうするともっとお値段はお安くできるし、で、あるいはこれはちら9000キロがベースなので、例えばあのもう少し距離に乗った4万キロ、5万キロでもいいよっていうことであれば250万ぐらいからね、あのお車作っていけるんで、非常に買いやすくなってきましたね、86もね。特にね、ミッション車とオートマだったらオートマチックの方が若干安いので、こちらはミッション車になりますけど、オートマチック車を選んでいただくともう少しお値段も安くなる。中古車の86コンプリートカーは非常におすすめですね、今ね。ってことはパーツも車の金利で購入することができるということですね。そうですね。お車の場合非常に低金利でご購入いただけるので、でうちの場合だと全部ね、パッケージングでそれを全部ローンにね、組み込むことができるんで、だからパーツ の,、はい、ローンだとどうしても高くなるんですけど、金利がですね、車の場合だったら車の方が低金利になるので、非常にお安く支払い負担なく買えると。いろいろ例えばスーパーチャージャーつけたいとかね、あるいはちょっとサーキット走りたいんでデフ入れてほしい、強化クラッチ入れてほしいっていうようなお客さんだったら、逆に中古車ベースの方がいいかもしれないですね。ベースが安く買えるんで、その分をチューニング費用、カスタム費用に回して買っていただく方が内容の濃い、ね、お車が作れるかもしれないです。じゃあ、はい、後ろのコンプリートカーについてるパーツをちょっと見ていきましょう か, ょうか。ちょっとね、今回はハーフタイプのエアロになってるんで、はい、バンパーは純正を使ってますね。多分このエアロを紹介させてもらうのは初めてだと思うんですけど、はい、いいですか。それバンパーは全く純正、前期のそうですね、こちらはバンパー純正です。前期モデルですね、はい、モデルですね、はい、ほんでここの部分、ここにね、目隠しモール入ってますけど、はい、ここから下がうちのエアロパーツになります。それがハーフタイプっていうことですね。はい、まあ、特徴はね、ハーフなんだけどこういうところに奥にね、こうダクトがあって、まあ、ネットが入ってるんですけど、かなりこう深いんですよね。深い、こういう深さがあるで立体感が出て、まあ、ハーフタイプなんだけど割とこうフルバンパーに近いような迫力が、まあ、出るっていうのがね。でここはマットブラックと赤色でこう塗り分けをしてるんで、余計にこう立体感がね強調されるかなと。この辺も結構奥深いんですよ。そこも抜けてるんですね、奥にね。純正バンパーからね20ミリぐらいのダウンで留めてるんで、そんなにこうローダウンしてもストレスなく走っていただけるかなというのは、このハーフのいいところですね。前への突き出し具合はさりげなくこう飛び出してる感じかな。はい、であとは、まあ、こういう形でね、ここにワンポイント、まあ、塗り分けもあるんですけど、造形でもねこう伸ばしてきてて先端尖ってるんで、この辺りが
特徴的なエアロかなという感じですね。じゃあ次は次ね、サイド、サイド、これ実はさっきの黒と違うんですよ。あ、そうなんですね、はい、下がちょっとフラップっぽくなってるんですね。そうなんですよ、はい、だからこの、フロントハーフのデザインに合わせて別体風に作りました。うーん、上と下をね、はい、はい、あとさっきの車と比べてもらうと地上高がかなりこっちの方が高いの分かると思うんですけど。あ、そうなんですね、はい、サイドステップの高さが先ほどの黒のバージョン1タイプよりも高く作ってあります。やっぱりあの段差を気にされる方とかやったらこっちのタイプの方が乗りやすいっていうのと、あのフロントバンパーにタイプに比べてこちらの方が地上高が高いもんですから、それに合わせてサイドも少し上げてあると。あとはこう一回こう外に出してきて中にこうえぐっていくんで、ここはかなり深いんですね。こうですね、ここはねかなり深いですよこれで。まあここちょっと出したり、まあ、ここにワンポイントで、まあ、フィンをつけてみたりして、はい、あの立体感を出るように狙ってみたと。でこのサイドステップも横からつけて下から飛べてみたいな感じですか。そうですね、これもここのラインでこうね目隠しモール入ってますけど、はいはい、止めていって、まあ、下からと横からもこっちを取ります。ちょっと遠目に、また遠目から、そう、これもあのサイドがの方がちょっと低くは作ってある感じですけどね、はい、さっきよりもでもだいぶサイドステップが高いなっていうのは、そうですね、うん、思ってもらえるかなと思うんだけど、車高自体はさっきの車、あ、車高はさっきの方がもっと落ちてますね、低い、うん、はい、これも車高調ですか。これも車高調です。でホイールは、うちのベルズのバージョン2、これですね、はい、はい、ホイールはねこれがあのベルズの02ですね、 KCV02 っていう2番目に作ったホイールで、まあ、10本スポークのタイプですね、はい、さっきと同じようにローダウン量に合わせて1ミリ単位でね、はい、このリムの出幅が変えれるという感じなんで、あのお客さんのまず車高を決めていただいて、ね、そこからホイールをオーダーさせていただく。これちなみに、ええ、これも19インチですかね。これも19インチ。じゃあリアいきますか。最後ですね。はい。ね、こういう感じですね。はい、リアも全く、そうですね、違うところですね。リアもこれハーフタイプになります。で、このハーフタイプのエアロなんですけど、はい、これはあの86のエアロの中で一番最後に作ってるあのエアロになるんですね。で、実はね、後期の、純正バンパーに合わせて作ってあります。だから、はい、あのこういうふうに前期のコンプリートカーでハーフタイプをあのご希望の方はバンパーの後期のバンパーをちょっとノーマル入れさせていただいて、でこういう後期のあの後期用のうちのハーフスポイラーを合わせると。ってことは、ええ、さっきのコンプリート価格には純正リアバンパーの価格も入ってる。そういうことですね。あ、なるほど、はい、でこれもねあのハーフなんだけどかなり立体感にこだわって作ってて、でまあここ純正バンパーですね。でここから下にこうつけて貼り付けつけてあるんです、ね、もちろんあのステーとかも使って作れるんだけど、ここにネットがあります。あ、本当ですね、ここ隙間がありますね。ありますね。で純正のバックホーが入るでしょ。でマフラー、これ、はい、これはあのこのハーフタイプ専用マフラー。あ、さっきのバンパーのとは違うんですね。そうだからあのこっちは 100% です、出口がね。あ、ちょっとちっちゃいんですね。ちょっと小さめ、うん、はい、ただあのこのハーフタイプだったらこれぐらいの大きさがちょうどいいかなと。であのバンパータイプと同じようにかなり斜めにこうクッとね、あ、これもですね、向いてる感じになるから、上から、うん、上から見てもらえると分かりやすいかな。でこれもあのフロントサイドの流れから来て同じように、ちょっとこの部分が分割に見えるようにね入れ込んでデザインした。それからここにサイドダクト入ります。はい、でこれって、うん、ハーフとしてはあの、はい、一体型になってるんですか。そう、この上の面と下の面は一体型。一体ってことはこのマフラーは、うん、ハーフの中をこう突き抜けてる感じっていう、突き抜けてくる感じですね。そうですよね。そういうこと、そういうこと、うん、こう下面にエアロがあって、そう、上面のエアロの部分をこう突き抜けてくるっていう、そういう感じ、感じですね。はい、一応また念のため音いっておきましょうか。音いく、音いってきましょうか。これも車検対応ですからね。結構、はい、あの低温出ていい感じでしょ。でこれがハーフタイプエアロなんですけど、これあの新車のねあのコンプリートカーでハーフタイプのエアロをつけたいなっていうお客さんも見えると思うんですね、はい、そういう方は、サイドステップとリアのハーフはこの赤の車と一緒のものがつけれます。でフロントに関しては、後期バンパーのデザインが大きく変わってるんですけど、後期用のバンパーに合わせたフロントハーフスポイラー、これもあの
販売中なんでね。ってことは、はい、新車でも中古でも、うん、バンパータイプでもハーフタイプでもエアロは選べるってことですね。そういうことですね。まあいろんな組み合わせできるんでね、前後フルバンパーでこのサイドステップっていうパターンももちろん OK だし、いろんなパターンで組み合わせできるんで、今日はクルーレーシング埼玉店ですけど2台こうデモカーが並べたので見比べてもらって、サイドはこれにしようかな、フロントはこうしようかなっていうような感じで決めてもらえると、でベースを中古車にするのか新車にするのか、そのあたりはうちで見積もりをさせていただくので、見積もりの金額を見ていただいて決めてもらってもいいんじゃないかなと。だから86に関しては非常に選択肢が大きい、買うときね本当に楽しい車だと思います。ということでね、あの86を検討されてみる方、86好きの方、まあ今86乗ってみる方ね、あのクールレーシングの各店にそれぞれご相談いただければ楽しいお話をさせていただくので、ぜひお問い合わせとご来店をお待ちしております。じゃあ今日はありがとうございました。